結局、よいしょ。宇宙はバクテリアって言ったでしょ。宇宙の一番外側の思い込みの中にある卵子の、まあ卵子もバクテリアなんですけど、まあ単細胞生物なんですけど、最初はね。その中に世界を作って、要するにバクテリアの中に世界があるっていうことを言ってるんです。で、それはその卵子の発明っていうのね。だから卵子の細胞分裂、卵子の生命体をどうやって維持させていこうかっていうために私たち高等生物まで来てしまった。究極は私たちは卵子を守ってるだけなんですよ。究極はね。卵子をずっと生かし続けてるだけなの、究極は。で、その最高の種子も私たちホモ・サピエンスなんです。卵子を守り、卵子を生かし続ける、卵子の子孫をずっと残し続けるシステム、最高級のものが私たち人類。で、その卵子は基本的に単細胞生物とか同一人物なんです。卵子の中で、精子と、精子が卵子の中にあって、精子の中の遺伝子と卵子の中の遺伝子が出会うだけであって、で中で遺伝子交配になって、そしてその結果、単細胞生物である卵子が細胞分裂を開始して多細胞生物になっていくのね。そしてこういう肉体を構成するの、こういう肉体に。で、もっと卵子とかもあんだもん。もとは卵子に精子が出会ってしまう。どうしてバクテリアやった、どっちもバクテリアやった、ね、で、精子は便中なの。で、卵子はバクテリアなの。で、移動能力、だから動物的なバクテリア、動物バクテリアが便中である精子。植物バクテリアっぽいのがね、卵子なんです、女子はね。で、まあ、その中で世界作った。で、その時になかなか陸地ができなかった。まあ、いろいろ試行錯誤の結果、犬を利用したってさ、したでしょ。で、だからうちが性転換されるの。それを思い出すためっていうか、その罰だとか言うけど、それの罰で性転換、犬になるでしょ。そういうセンスにはないからね、人類はね。そんなの罰だってさ、ある言葉に。で、そういうのを罰って思うのは猿なのかなと思ったら、で、そういうのを罰というふうに解釈することによって、いつまでも忘れないと。忘れないための方法は罰であるっていうのが、その猿までの考え方かな。犬までかな、猿までですよね、多分。猿というのは関係かな。うちらはピンとこないから、だから全然うち思い出せないわけ。そういうのは罰って思えないから、犯罪と思うかな。うちに対してしか言えないと犯罪と思っちゃう。そういう解釈しちゃうでしょ。で、結局、犬の粉をパッパッと巻いたとか、そんな話、気を利かされた子だと生まれた子だと。みんな歌っとったの、近所で。アマテラス、犬の粉巻いた、パッパッパッと歌ったって。どうにかなと、お前のことや、あーって感じで、ね、乗り切るの。なんかさ、ずっと寂しいと。そんな様子を。で、その結果、陸地が誕生したのね。で、なぜかその、受精卵に、呪いのように犬の形が現れたの。それが大陸なの。だから、卵子表面で、まずそのあざができた。そのあざが分裂し始めたんだよね。犬の大陸の形。じゃあ、もっと分裂するのかな？でしょ？もっともっと分裂し続けていって、最後完全に犬の形になった時、みんなキャーってなるでしょうね。ほらまあ、怖いでしょ。さすがに怖いでしょ。まだ犬の形っぽくはないでしょ。しかもなんか何頭かパッパッパーってやってるとか、かな、それかも娘産みよったかな、中で犬が。うちがそのオス犬の
結構進んじゃったから、中で。だから、雛形論とかもあるんかな、陸同士のね。そう。どうしましょう。